古都京都の文化財として世界遺産に登録されている天龍寺。足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈るために建立した禅寺で、京都五山の第一とされてきた名刹です。そんな格式の高い天龍寺で3月14日フォトコレクションが開催されます。フォトコレクション実行委員会では、着物をおしゃれファッションの一つとして提案したいと思って今回企画いたしました。着物の技術でしか出せない繊細さですとか、匠の技術が込められたところ、なんといっても日本人としてのその凛とした雰囲気を演出できるっていうことが魅力の一つではないかなと思います。ファッションショーの他にも無料着付けなんかもご用意しておりますし、ご自身が着物を着るということを楽しんでいただくような、そんな企画でございます。フォトコレクション2015 in 天龍寺。